1分キャラ紹介五郎編。こんにちは、コバトンです。五郎の解説依頼が来たので解説します。五郎はいわば最高のサポーター。設置型のスキルでエリア内にいるメンバーのステータスを上昇させます。元素爆発はスキルが追従型になり、さらに強化されるもの。スキル爆発ともにチーム内の岩元素キャラ数に比例してバフの種類が増える仕様。1人で防御力、2人で中段耐性、3人で岩元素バフが付与されます。元素爆発はさらに定期的な岩元素ダメージが発生する上に結晶を吸い寄せる効果があります。また五郎は育成コストがそこまで高くない点も嬉しいところ。生物やテンプで防御力バフは増加するのですが、中段耐性と岩バフはレベル1から最大値で使用可能です。なのでガチャを引いた瞬間から使うことができるキャラですね。もちろん育成すればもっと強力に使うことができます。岩元素キャラなら誰とでも相性がいいですが、特に新滝、ノエル、アルベドなど防御力主体の岩元素キャラを1段上に引き上げてくれるキャラなので、岩場を組むならぜひマストで入れたいキャラです。スキルを絶え間なく発動させつつ、なるべくたくさん元素爆発を打てるように立ち回るといいでしょう。参考まで。